どうも皆さんこんにちは、鈴木貴博です。今日はですね、2つ新しい試みに挑戦してみようというふうに思い、動画をね撮っております。まずその2つというのは、じゃあ1つ目から申し上げますと、まずですね、このアフレコばっかりね、普段と同じように取り入れているかというふうにこう思いきや、マスクをですねちょっと取ってですね、ちょっとスマホを口からこう離して、でこうまたトランシーバーを持つようにまあ喋っているということで、今回マスクなしで、直接声を吹き込んでいます。ですので直接この僕の声がね聞きやすいんじゃないかというふうに思って、後で確認するのを楽しみにしています。はい。まあそれだけではなく、2つ目としてこの新しいカップヌードルソルトオフというね、塩分 30% オフバージョンのカップヌードルをですね、今回早速店で見つけまして、気になって購入してみたものになりますね。でまあ最近はですね、そのカップラーメン食べる機会とか多くなりましたから、ついね塩分の取りすぎなんかをね意識してしまうこともあったんですが、こういう商品が出てると本当なんか気持ちがこう楽になりますね。で実際まあ本当に美味しいラーメンってね、いろいろ研究してましたけれども、こう遠くにこう出てですね、美味しいラーメンの研究をね知ってたりするとですね、例えばじゃあ早速そこから家にじゃあ帰ってきてですね、近くの、薬病さんとかをね回ってみると、新しいそのラーメンが並んでいたりしてね、その本当に美味しいラーメンの研究をしてたら、本当に自分が欲しいようなラーメンがですね入荷されているなんていう、まあこれは偶然だとは思うんですけど、でもまあそういう感じでこう新しい味に出会うことができて本当に嬉しく思います。はい。でまあそんなことを考えている時にですね、ついエドモンド・ハルミというね、昔面白いって言われていた芸人のね存在をねちょうど思い出すことがありました。でよくグー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 思考とかね、なんかそういう感じの、まあ、ネタを披露されていたかと思うんですけど、あれね、今思うとね、いろいろちょっと僕も妄想し気味ですね、当時のまあ番組をまあそんなまじまじと見ていたわけじゃないので、そのネタだけについて申し上げるとね、相手にこうよいしょよいしょこうされてね、ずっといたらですね、いつの間にかこう自分の体勢を失って、こう崖っぷちの方になったらですね、いつの間にかこうそのまんま落とされていたなんていうこともあるんじゃないかって、そういうまあ怖い話をですね、まあドリンクしてねこう考えていることがあったんです。でまあ、エドモンド・ホンダっていうね、ストリートファイターのキャラクターもありますけれども、あれもやっぱりお相撲さんのキャラクターでね、こう相手をこう押し出していく、ね、押し出し勝利みたいな、そんな感じのキャラクターだったじゃないですか。でまあ逆に女性バージョンのねやつだと、そのグー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 って言って、まあ、相手をこう立ててね、でこうよいしょしてね、それでまあ結局最後には落とすみたいな、そんな感じのまあ芸風なのかなとかね思って、いや普通にそれね面白いと思いますけど、普通に考えてね怖いなっていうふうに思います。それね、他人はまあそこまでまあ介入して助けてくれたりしないって、そういう恐ろしい話もねまあ考えてしまいましたけれども、まあ患者っていうね病気もまあ流行った時期がまあ一時期あったらしいので、まあ、いずれにしても相手方の濃厚接触をこう避けて、こう浅く付き合っていく、で自分自身の体勢をちゃんとキープしておきながら気をつけてね、やっぱ人間関係ってやっぱ怖いなって思うのでね、数離れずが一番ですね、本当に。
まあ実際まあね、普通に生活していても、確かにね、いろんなものをこう分け隔てなくこう取り入れるようにしていきたいと思いますが、世の中ですね、トラップっていうものもいっぱいあるように感じます。それって本当に必要ですかって、まあ、聞かれた時に本当に必要ではないものっていうものも多くあって、いやこれやっぱ無駄だったなって思うことも後で気づかされることもあるので、世の中物が、ね、いっぱいあればあるほどそれだけトラップがあるという、そういう捉え方もね、あってるんじゃないかなというふうに思う時があります。でまあ、まあとりあえずラーメンおいしくいただきました。ごちそうさまでした。まだまあスープとかね残ってますので、残さずまあ食べようと思いますが、まあ今日イオンモール宇田島山にまあブラブラとこうね遊びに行ったんですけど、あれですね、初めに行った時は結構綺麗な建物だなって思ったんですが、何回か行ってるとなんか少しずつ汚れていくのかな、エアコンのねフィルターとか通気口とかね、あと壁なんかに埃が付着してるのか、ちゃんと掃除ができてるのかなとかね、いろいろまあ商品とかね見るだけじゃなくて、そういうところにもやっぱ目がいっちゃう僕としてはですね、もうちょっとなんかしっかりすることもできるんじゃないかって思う反面、切れすぎもちょっと危ないなと思うので、なんかこうそこの狭間でね自分だったらどうするんだろうかっていうところをね、普段考えてしまうところ時がある。まあ、今日もですね、今後また歯のねマウスピースをこうはめつつ、まあ寝たいと思っていたところ、その際その餌かにこういや違うぞって思った。それはね、歯磨きをしてマウスピースをはめたらマスクをしてですね、椅子のこと散歩に出かけちゃおうかなとかね、そんなこともね思ったんですね。でまあ、1時間でも2時間でもいいのでね、それができれば今日はいい方なんじゃないかなというふうに思います。もちろんね会話できなくなってしまうので、誰かに話しかけられないかっていうそういうね不安を持ちつつこう、まあ、散歩に出かけるわけですけど、まあまずね話しかけられることなんてめったないですから、はい、多分大丈夫だと思います。まあ、僕も今までそうやってねやってきた背景もねありますので、まあちゃんとしたベロをね上顎にこうくっつけて、ちゃんと吸い寄せてね、それからマウスピースをこうはめ終えてマスクでかぶせてですね、椅子のこと外に出かけちゃうと思います。性欲ですか。性欲はまあ僕もね、まあ、一応男性ですので、まあ、一応あるってありますけど、実際ですね世の中その女性本物をね目の前にするとね結構萎えるもんなんでね、そんな夢なんて見ない方がいいと思います。いや確かにねそうなんですよ。まあいいです、それは置いておきましょう。
かも性病がちょっと怖いというのもありますからね。本当同定感を 大事にするっていうこと以上にこう他に大切なものなんてあるのかって、そういう疑問が湧くところもありますので、僕はこのままですね、あのこう自分の身を守りながら生きていきたいなというふうに思います。まあ言うかに負けないでね。はい、ではごちそうさまでした。今回このカップラーメントークいかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。では失礼いたします。